第二節霊魂の存在とおもねより行きやし心を操作する方法論は初めに述べたようにその用い方に注意しないと危険な道に入り込む可能性もあります心の力はエネルギーですから用い方を誤るとかえって人に不幸をもたらします東洋哲学では心のエネルギーは 人間の肉体が消滅した後も残存すると考えられおりこれを霊魂と呼びます正当な大乗仏教では霊魂を否定し主よりゆきやし暮らしなる存在が死後も残り輪廻転生するという理論を立てていますがでは霊魂と主よりゆきやしはどのように違うのかという点については理論的には多くの見解がありますがあまり明確ではありません 実際のところは、霊魂というと、気体、煙のような感じで目に見えるという物質的なニュアンスがありますし、おもねよりゆきやしというと、電波や気のような目に見えないエネルギー体であるという意味を持たせているようです。死後の世界や霊魂の存在についての議論は、身のところ議論すればするほど迷路に迷い込むようになります。目に見えない世界のことですから、 迷迷路に迷い込むのは当たり前です死後の世界や霊魂の存在が確信を持って認識できるようになるには大変な宗教的な修行をして深い瞑想状態に到達しなければならないようですこのような修行を普通の人間が実行することはかなり困難ですしかしこの問題について宗教的修行もせずに回答を欲しがるのが困難です 私たち凡人でもありますこのような問題に対してお釈迦様は毒矢の例えで答えています。ある時弟子がお釈迦様に死後の世界というものは存在するのでしょうかまた霊魂は存在するのでしょうかと質問しました。するとお釈迦様はそのような質問には答えないと素っけない返事をされました。しかし その弟子はしつこく同じ質問を何回も繰り返したのです。するとお釈迦様は毒の矢が刺さった時お前はまずその毒の種類や作用について詳しく知ろうとするかねと逆に弟子に質問されました。弟子はそんなことはありません。まず矢を抜きますと答えました。するとお釈迦様は再び答えてそうだろう。 まず矢を抜くことが大切だろうお前が死後の世界や霊魂の存在を尋ねるのは毒矢に当たった時矢を抜かずに毒の種類や作用について聞くことと同じなのだ。まず矢を抜くことすなわち今の苦しみを解決する方法を実践することが大切で毒の種類や性質を知ることはあまり意味のないことだよと言われたと伝えられています。 要するに現在の苦しみを解決する方法を実行することの方が大切で苦しみの内容について分析しどうでもよいことといろいろ議論することや単に苦しみ状態について知識として知るだけならそれはあまり意味のないことであるとお釈迦様は言いたかったのではないでしょうかこの問題に対して我々はひょっとすると 死後の世界や霊魂は存在するかもしれないなと考える程度で良いと思います修行が進んで瞑想の境地が深くなり意識の在り方が変わってくれば回答が得られるかもしれないという程度に考えておくのがいいのではないでしょうか第3節、資料のたたりは存在するか?」資料のたたりというと現代人はほとんど名神であると考えているようですが 昔の人々は、狩猟のたたりを信じ、非常に恐れていました。いろいろな恨みや未練を残して死んだ人の霊魂は、死後も、この世に思いを残し、その残留エネルギーで、この世の人に、たたりなどの悪い影響を及ぼすと考えられており、これを幽霊と呼んでいました。この世に、非常に強い恨みを残して死んだ人の幽霊は怨霊と言われ、 強烈なたたりを起こすとして特に恐れられていました。菅原の道真は、藤原氏の陰謀により左遷されて、太宰府に流された後、死して怨霊となって、藤原氏にたたりをなし、疫病を都に流行させて、藤原氏を多数病死させました。さらに、雷神となって、京の都に落雷を多発させ、京都御所の清涼殿、天皇の日常の住まいも、 落雷の被害を受けたと伝えられています。このたたりに恐れをなした藤原氏が、菅原道真の怨霊を鎮めるために建立したのが、全国各地に見られる天満宮、すなわち天神様です。菅原道真のように、この世に対して正義の憤り、すなわち、義憤を抱いて死んだ人の怨霊が一番恐れられていました。梅原武史氏は、著書の。 隠された十字架法隆寺論の中で法隆寺は蘇我氏によって滅亡させられた聖徳太子一族の陰陽封じの寺であるという説を立てています有名な法隆寺夢殿の癖観音像は後頭部に釘が打ち込まれておりこれはわら人形に五寸釘を打ち込むのと同じ形式の呪術的な作法であり 法隆寺夢殿の本尊である癖観音は絶対に公開してはならない秘仏とされ800年以上もの長い間寿司の中に秘蔵されてきましたが明治17年1884年にフェノロサアメリカの美術研究家と岡倉天心明治美術の父東京美術学校校長が寿司を開いて そのの姿を世にに明らかにしたのです法隆寺夢殿の癖観音に代表される飛鳥時代の仏像はみんな古説の美少アルカイックスマイルと呼ばれる不思議な方笑いをたたえています。美術研究家の評論では飛鳥仏は日本の仏像制作の創世紀初期に見られる荒削りで純朴な表情を持ち非常に味わい深いと書かれています。 古説とは古くてつたなくつたない見劣りがするという意味ですしかし詩人の高村光太郎は癖観音の表情の中に音量のごとき凄まじさを感じたとその著書に書いています詩人の直感は鋭いものですそう言われれば癖観音の表情はユーモラスというよりは気味が悪いような気もしますこの梅原音量説は 怨霊という非科学的な迷信を持ち出した母説であると千島学説同様に正当の考古学者からは無視されていますが私個人は正しい説であろうと考えています以前あるテレビ対談で巧妙な仏教の僧侶が葬式を行うのは死者の霊魂を弔うのではなく死後に残された遺族を慰めるのが目的あり 霊魂などというものは実際には存在しないただし霊魂が存在するとしておいた方が家族の気持ちが慰められるからそうしているのであると述べていましたそれに対して対談相手の評論家が存在しないものを存在するかのように偽って儀式を行いお金を取るのは立派な詐欺ではないかと反論していましたこの反論は 的を得た正論です。仏教が葬式仏教に堕落した現在では、僧石にある人さえ、霊魂に対して間違った考え方をしていることが多いのが現状ですが、本当に霊が見ることができて、さらに霊をコントロールできる霊能力を持った僧侶がいないわけではないのです。しかし、そのような僧侶は、決して霊能力を持っていることを、 人に宣伝して回るようなバカな真似はしないはずです。本やテレビで私は霊が見えるなどと言っている自称霊能者は大抵は偽物のインチキです。古代中国の道教の古典老子に知るものは言わず言うものは知らずという言葉があります。この言葉は知ったようなふりをしてベラベラしゃべるものは実は何も知っていない。 真実を知っている者は、実はあまりしゃべらず寡黙である、ということを語っています。自分には、霊能力や超能力がありますなどと、本人から人に宣伝するような人物は、大抵偽物で、お金目当ての詐欺師です。本物の霊能者は、自分の力を人に引きらかすような行為は、絶対にしないものです。私は、 このの死者の残留エネルギーであるる幽霊は存在していいと思います仏教思想を背景としているチベット医学の病院論ではがんの原因の多くは死霊や悪霊のたたりが関係していると述べていますこのように病気も死者の幽霊のたたりで起こる可能性もあります専属用をおろそかにしている人は注意が必要です 特殊な供養はは必要ではありません大切なの先祖に感謝する心なのです。それぞれの家の食している宗教の形式にのっとった先祖供養を常識範囲で行えばいいのです。いつも仏壇が汚れていたりお墓が荒れているのは感心しません。先祖は私たちの根であり先祖なくして私たちはこの世に存在しないのですから先祖を大切に思い おやお盆くらいはお墓参りをして先祖の霊に感謝の念を捧げおかげで元気で頑張っておりますと報告する心がけは必要ですそしていつも先祖の霊に感謝する心を持ち続けることが必要ですこうした心は実は自分自身を大切にすることにつながるのです